エスコートは、フォードの欧州部門が1967年から2002年まで生産していた小型大衆車である。同じ名称で設計が異なる車が、北米大陸においても長年にわたって生産された。なお、最初にエスコートの名が使われたのは1950年代、前身にあたるフォードアングリアのワゴン版からであったが、販売台数は少なかった。 MK1RS1600 に積まれるコスワース製16バルブエンジン初代エスコートとなる MK1 は1967年ぐれに英国で登場1970年からはドイツでも生産されたごく常識的なフロントエンジン後輪駆動リーフスプリングの後輪固定軸のシャシーを持っていたが強いて言えばラックピニオン方式のステアリングと 当時のアメリカの流行を感じさせる、コークボトルラインのスタイリングが特徴といえば言えなくも、ない。ケントエンジンと称された、直列4気筒エンジンは、当初 1100cc と 1300cc であったが、輸出用には 950cc の廉価版も、少数作られた。 その後スポーティ版として 1300GT、豪華版 1300E、ロータス製 1600ccDOHC エンジンを積んだツインカムが追加され、ツインカムはコスワース製、ブダエンジンの RS1600 にバトンタッチした。エスコートマーク1は1960年代末から1970年代前半にラリーカーとして、 大成功を収め、特にハンヌミッコラによる1970年のロンドン・メキシコワールドカップラリーでの優勝が名高く、これを記念してラリー仕様のエクステリアを持つメキシコが販売された。また、モデル末期の1973年には、米国製フォードピントの 2000cc エンジンをベースとした RS2000 も登場したが、性能的には RS1600 より、 マイルドであった。当時の日本には、ディーラーの近鉄モータースニューエンパイアモーター、日光車等から 1300GT やツインカムが少数輸入された。MK2 マークにモデルは、先代より角張ったスタイルとなって1975年1月にデビューした。MK1 は英国で開発されたが、MK2 は英独共同開発となった。気候的には、 マーク1とあまり変わらず、ステーションワゴンのボディシェルに至っては、MK1 そのままで、フロントエンドと内装だけが刷新されていた。バリエーションは一般向けの L と GL、2ドアのみのスポーツメキシコ RS2000 が、スポーティー版、新設の、ギアが小型高級車を求める層に用意され、第一次オイルショック後の不況を反映してサイレン下の、ポピュラー2ドアセダンも存在した。 この他に商用向けパネル版が存在したのはマーク1と同様であった。マーク2もマーク1同様人気車種となった。1978年にはマイナーチェンジが行われ、従来ギアと GL のみに与えられていた格型ヘッドライトが大半の車種に装備され、フロントのトレッドが拡大された。ラリーフィールドでも先代同様に活躍し、 コスワースブダエンジンは拡張されて RS1800 となり、最終的には 2000cc270 馬力にまで中にされ、1975年から1979年までラックラリーに連続優勝するなど、ハンヌミッコラ、ビヨン・ワルデガルド、アリバタネンら当時のトップラリーストの手で大活躍した。MK には、日本には、正式輸入されなかった。 これ以降の欧州版エスコートはいずれも正式輸入されていない。MK33 代目エスコートはプロジェクトチームリーダーエリック・ウェイーー・リエカートの名前からコードネームエリカとして開発され1980年9月にデビューした。この代から北米でもエスコートが製造、販売されることになったが設計チーム組織と米欧の初期則の違いから 共通部分は限られることとなった。MK3 は球体化した従来の設計から一転、フォルクスワーゲンゴルフを強く意識した最新式の設計となり、横置きエンジン全輪駆動、ハッチバックボディ、新設計の再 HC 式、CVH エンジン、全輪独立サスペンションを持ち、1981年のヨーロッパカーオブザヤーにも選ばれた。グレード構成は、 ポピュラー、L、GL、ギア、そして、スポーティな XR 3であった。しかし、英国の自動車ジャーナリズムによって、前輪にポジティブキャンバー、後輪にネガティブキャンバーを与えられた、MK さんのサスペンション設計が不正路面での洗い、乗り心地と不安定な操縦性を招くと、評されるようになり、1983年には、サスペンション設計の手直しが行われた。 スポーティ版の XR3 は当時人気が高かった VW ゴルフ自点の対抗馬として登場。当初は燃料噴射エンジンも5段ギアボックスも持たなかったが派手なスポイラーを持ち目立つ外観であったためボーイズレーサーとして人気を博した。1983年には燃料噴射エンジンの XR3i ホットモデル RS1600i が 1985年には RS ターボが追加される。また、MK3 から独フォード開発の 1600cc ディーゼルエンジン版も登場した。ボディは当初3、5ドアのハッチバックと3ドアワゴンだけであったが、1983年には5ドアワゴン、サルーン版オライオン、そしてカルマン製のカブリオレが追加された。MK3 になっても特に、 英国での販売は好調で、1982年にはコーティナに代わって販売台数ナンバーワンの座を獲得した MK4 m ーク3のフェイスリフト版として1986年に登場。スタイリングインテリアの変更のほか、ABS が RS ターボに標準装備され、1400cc のエンジンは新設計 CVH エンジンとなり、 サスペンションも大きく手が加えられたが、MK3 の悪評を一掃するには至らなかった。L と GL の間を埋める LX グレードの新設、ディーゼルエンジンの 1800cc への拡大、1100cc の生産中止も行われた。MK51990 年9月にデビューした第5、世代はボディを一新、後輪サスペンションを MK3、4の独立式から、 トーションビームに簡略化した。エンジンは従来型を踏襲したが、ライバルのローバーが1989年にデビューさせた K シリーズエンジンと比較すると設計の古さが目立つようになっていた。消極的なスタイリング、芳しくない品質などによって MK5 エスコートは市場から予想外の不評で迎えられた。事態が好転するのは1991年に、 新設計ゼテック16バルブ 1800cc エンジンが投入され、XR3i も再登場してからである。同年には150馬力の RS2000 も登場した。なおこの台になって、エスコートにもパワーステアリング、パワーウィンドウ、集中ドアロック、エアコン等が広く装備可能になった。1992年には227馬力、 時速 225km を誇るコスワース版も登場。ようやくエスコートは往年のスポーツイメージを回復し、英国市場販売ナンバーワンの座を取り戻した。なお、フォードのブラジル法人が、当時フォルクスワーゲンの現地法人であるフォルクスワーゲン、ド・ブラジルとの合弁会社であるアウトラチーナを運営しており、同社ではマーク5のフォルクスワーゲン版であるポインターを生産していた。 MK5 ビット1992年に登場したフェースリフト版。1600cc90 馬力のゼテックエンジンが登場。ガソリン全車種が燃料噴射となった。r s 2 0 0にはオードモデルが登場。4ドア版もオライオンではなくエスコートの名称に統一された。MK6996 年には再度フェースリフトされ。 最後の MK6 となった。新しいフロントエンド、ダッシュボード、インテリアを与えられたが、登場以来5年という時の流れは隠しようもなかった。乗り心地と操縦性の改善も図られた。フォードは1998年、30年続いたエスコートに代わる新型車としてフォーカスを発表。エスコートは2000年に乗用車モデルが2002年には 商用車が、その生産を終了した。ありがとうございます。